パッド・コックスはアイルランドの政治家、テレビ番組の時事問題の司会者。1989年から2004年まで欧州議会議員を務め、2002年から2004年にかけては欧州議会議長も務めていた。ダブリンで生まれ、リムリックで育ったコックスは、アーザ・コイルリ、リメリック、ダブリン大学トリニティカレッジで教育を受けていく。当初コックスは、 ジャーナリストとして才能を表し、その後アイルランド放送協会で時事問題を扱っていた1980年代の番組トゥデートナイトの司会者を務めた。その後コックスはトゥデートナイトを降りて選挙に出る。1989年に新法民主党からマンスター選挙区で立候補して欧州議会議員に当選する。1992年の総選挙では コーク県の選挙区から立候補して、ドイルエアラン議員に当選する。デスモンド・オマリーが1993年に、遠く日の座を退いたことを受けて、コックスは、党首選挙に立候補するが、メアリー・ハーネーに敗れ、副党首に就任する。1994年、コックスは、欧州議会の議席をめぐる対立により、進歩民主党を離党する。 コックスは1994年の選挙において、マンスターに大きな基盤を持つオマリーとの間で、どちらが党の候補者となるかということを争いたくなかったので、ある。ところがコックスは、最終的に党の公認争いに敗れ、無所属で立候補して、議席を勝ち取ることを選択した。この選挙で当選したコックスは、ドイルエアラン議員を辞職する。1998年、 コックスは欧州議会の院内会派である欧州自由民主改革党グループの代表に選出され、また1999年の改選直後にも全会一致で代表に再選される。その後2002年1月15日、欧州人民党グループと欧州自由民主改革党グループとの間でのかねてからの合意により、コックスは欧州議会議長に就任し、そのため、 院内会派代表職を辞任する。2004年5月20日、コックスは欧州連合の拡大と欧州連合における民主主義の進化に対する取り組みが評価され、アーヘン氏からカール大帝賞を受賞される。2004年の改選でコックスは立候補しなかった。その後コックスはダブリンに拠点を置く、シンクタイクインスティチュートオブインターナショナル ヨーロピアンアフェアーズの名誉委員を務めている。また2006年にはヨーロッパ連邦主義を唱える国際的ロビー団体ヨーロッパ運動の代表に選出された。ありがとうございます。